ドラゴンクエストドライブ第4弾今日もサンカマーさんの週末限定のドラゴンドライブのお時間でございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、ハーフアニバーサリーってことで竜王が復刻したんですよ。で、竜王がパワーアップしたんですよ。で、どうやら話によると高いグレードの心が落ちやすいらしいので S が出やすいってことで、要するになので今日はそこら辺をちょっとね狙っていけたらなと思います。竜王の心 S、 まだ俺もチャンカマーさんも持ってないので絶対に手に入れてやるぜ。はい、ということで車の中で、オープニングの撮影をしたはいいんですけども、よくよく考えたら確定巡りと違って、レイドボス、メガモンスターは一回一回の時間がだいぶかかってしまうので、毎回こう撮影しながらやるのも尺かなと思って、もうまとめました、今回倒したもの。はい、なのでそれを早速皆さんと一緒に、見ながら、どんなものがドロップしたのかっていうところを見ていけたらなと思います。その場その場でリアクションするわけじゃないから、そういったこう臨場感っていうのは伝わらないと思うし、そういうものは今ないんですけども、ご了承いただければなと思います。ということでカチッと一緒に見ていきましょうか。はい、始まりました。はい、今回の竜王はパワーアップしたよっていうところと、高グレードの心が、出やすくなったよっていうところが、ポイントというか、なってる感じですね。で、私今回分かったんですけども、前から一緒なんですけども、人数が多い時はもうフルオートでいいと思うんですよ、私のパーティー。ただ人数が少ない時はちゃんと捨て身をしっかりしていくことが大事なんですが、初手のレンジャーで、影縛ることができなかったら、オート縛ることができたら、バッテンが今ついてるじゃない、バッテンをつけることができたら相手は行動を一旦してこないので、こういうやつやってこないですよ。こういうやつ、あれマジでめんどくさいんですよね。世界の半分をお前にやろうという話で、その誘いに乗ってしまうと、魅了されたりとか、混乱したりだったりとかで、もう即死は免れないような自爆をしてしまうわけです。はい、なのでうん、影縛りが通じれば、これ結構連発してくるんですけど、なんか3ターンで1回ぐらいやってくるのかな、してくるんですけども、確実にやる1ターン目のその、誘いは受けずに済むので、ひたすら捨て身で攻撃していくことが一番の有効手段なのかなってところでしたね。さあ、ということで、大体竜王2分ぐらいかな、普通にこうやってやって2分ぐらいで倒すことができると思いますね。さあ、そしてとどめのチャンスということで、ここから、ドロップ数のカウントをしていけたらなと思います。まずは1個目、 C。 いやー、結構 C 率は、D が逆に出づらくなってるのは感じた。2個目は経験値も美味しいんだよね、結構ね。 A、 やばくない？急に A 出るんだよ。もともと A 持ってたから、これで A が2つ目なんですよ。もともと S 持ってなかったんで俺。さあ、次は23匹ぐらい倒したのかな、確か竜を。 C。 さあ、続きましてデスファングでとどめを刺して、ここで手に入れるのが、なんとなんと B。 悪くはないよね、 B も悪くないよ。 B は D がめちゃくちゃ必要だからね、作るの。さあ、続きましては D。 ついにここで、最下位クラスが出てしまうと、心が、ただ D がね、今のところ1個っていうのはあちあちの身だよね。さあ、続きまして出てくる竜王様の心は A。 これで A3 つなんですよ。熱くねえすか、これ。シンプルに熱くねえすか。 A3 つ目は熱い。さあ、そして D ですね。A2B1 っていう時点で、グレード的には結構高いものが落ちるようには調整されてるよね、やっぱり。前は D ばっかだったもん、こやつ。
し、うん、どんどん倒していきましょい。ポーンと東京都内めっちゃ人いたわ昨日。うん、普通に5人とか7人とか普通だからね。ゴンちゃん走り回ってますけども D です。うん、さあそして、うん、そして手に入る心は、C！ ー続きまして、支持率が急に高くなってきたと思いません？うん、さあ続きまして、支持、うん、まあ結構な量倒してますよね。12匹目かこれが、13匹目か、そんぐらいだよね。もう半分切ってますね。さあここで手に入るはC。 C はめちゃめちゃ多い今回。うん多分竜王狩りされてる方だったら C の多さは多分感じてるんじゃないですかね。うん、さあ続きまして、落ちていくその心は D。 D もね、 D4 つで C にできんだっけ。確かそうだよね。C、 この死んでるじゃないですか、これはね自爆してるんですよ。恐ろしいですよね。 C、 そしてここで出るのが D。 アルケミストン北海道に手に入ったじゃないですか。アルケミストを持ってるんだったら竜王の S は必須なんですよね。結構必須っていうか、あった方が絶対いいんですよ。うん、ヒイラギよりも竜王の方がいいらしいんで持っておきたい。 C、 これ C10 個目っすよ。結構じゃないですか、結構な量っすよね。さあ続きまして、なんとここで S が出ちゃう。やばくない S これは結構えぐいと思う。さあそして、まあ、S は出たけども C まだ狙っていく、一応狙っていく念のためにね。うん、すごいな向こうでもんちゃんがこうやってる、こうやってこっちはこうやってる、こうやってこうやって。さあ続きましては D。次ぐらいがラストかな、あと2回ぐらいかな。まあ結構やったんですけども、うん、さあここで落ちていく竜王、その心は C、うん、さあもう多分これで終わりかな。その心はということで、今回の、倒した竜王で出たのが D、まあ、D だね。 D が6、 C が13、 B が1、 A が2、 S が1という結果になりました。はい、まあいろいろとね、あの出にくいなって言われていた竜王ですけれども、あと混ぜづらいなって言われていた竜王ですけれども、今回のね復刻、まあ、2週間かあるので、まあうん、まあ来週3連休もあることですし、できれば皆さん、呪文プラス 10% ダメージはでかいのでゲットしておきましょう。はい、まあこれ以上はあんまり言うことないかなっていうところなんで結局賢者とか、まあ、魔法使い僧侶、まあ僧侶は微妙か、魔法使い賢者、あと魔法戦士か、とかにもまあ役立ってくる心だと思いますので、うん、ゲットしておきましょう。1個でもいいからね。はい、そんなわけで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また来週もちょっと竜をやれたらなというところで頑張っていきます。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。以上、キーコちゃんでした。バイバイ。